新しい私いろいろ始める仙台いろは。もっと自由にわがままリノベーション。仙台アールゲートはこれからの家づくりをご提案します。佐賀さん、この家のわがままコンセプトを教えてください。はい、はい、古き良き西海岸テイストです。神奈川県から転勤で仙台へ越してきた佐賀さんご一家、家族が多くなり生活しやすい広さと風合いのある家に住みたいと考え、中古住宅のリノベーションを選択。建築家としっかり信頼関係を築きながら家づくりがしたいと仙台アールゲートを選びました。映画でよく見るまさにカリフォルニアの家ですね。はい、古い西海岸が好きで、はい、その雰囲気を出すために壁の色やドアの色にこだわりました。最初オレンジっていうのがもう本当に発想がなくて、まあ、自分の中であったテイストをピックアップをして、でご提案をさせていただきました。こちらはガレージですね。そうですね、ここはもう本当に自分の城と。最初は車を2台を止めるような形を取ってたんですけれども、だんだんちょっと旦那様の意向が強くなってきて毎日趣味に没頭しております。おー、リノベーション、それは古くなった住空間をただ作り直すだけでなく、そこにデザインや思いをプラスして新しい付加価値を創造すること。住んでみていかがですか？枠にとらわれない家の建て方というものにものすごく興味をどん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 持っていかれまして、気になったことあれば夜にでも夜中までもかかっても、まあ、打ち合わせをして作り上げた自宅になりますかね。匠の家だと思ってますんで、ものすごく良かったと思ってます。今日ご紹介したお宅の他にも仙台アールゲートのウェブサイトでたくさんのわがままコンセプトを見ることができます。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。